世界ミステリーチャンネルへようこそ。突然ペストマスクなしで現れてびっくりしている方もいるとは思いますが、今回今後についてということで動画を撮らせていただきました。多分ペストマスクじゃなくてこの普通のマスクでライブ配信ではない動画というのは初かもしれません。もしかしたらこの姿初めて見たという方もいるかもしれませんね。それでここ最近の動画なんですが、音声のみのものなどをお送りしていたかと思うんですが、今後はペストマスクを外しまして、このような形で動画をお送りしようと思い、今回の動画を撮らせていただいています。今までのペストマスクでの配信なんですが、遡ってみたら2019年の5月5日からでした。ですので、大体期間にして丸3年お送りした形ですね。それでちょっと私事をお話ししたいと思うのですが、4月20日に初の著書が発売となりまして、ここが良い区切りだなと思い、今回の決断に至っております。その他にも色々理由がありまして、一つはコラボ動画やライブ配信なんかは、普通に今のこういうマスクでお送りしているということ。実はね、マスク被ったままですと、結構レンズとか曇ってしまってなかなか大変だったんですよね。そしてもう一つは、もともとマスクを被ったっていうのは、ボイスロイドから急に自声になりまして、顔出しするのが恥ずかしいというのもありました。今も恥ずかしくないわけではなく、こんなおっさんが顔出しするならそのままマスクをかぶっていた方がいいよと思う方もいるかもしれませんが、先ほども言った通り、本の出版という一つの目標が叶ったということは自分にとってもとても大きいことでした。マスクを取るのは少し寂しい気もしますし、なんだか裸を見られているような感覚もあるんですが、少しは慣れないとなというのが正直なところです。またライブ配信をご覧いただいた方はご存知かもしれませんが、喋りもうまくありませんし、アドリブも聞きませんので、動画の構成自体はこれまでとあまり変わることはなく、基本的には自分で書いた原稿に従い作っていくので、さほど変化はないと思います。要するにペストマスクで出るか普通のマスクで出るかの違いですね。ペストマスク自体はこう今後ろに見えておりますが、このように見守ってもらおうと思ってますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。さて、今回のこのお話なんですが、当然賛否があると思っております。私なりの一つの区切り、けじめとして思っていただければ幸いです。それで実はこの話なんですけども、以前にある大物 YouTuber さんに話したら、人間は変化を嫌うものですからね、なんて言われたんですが、自分でもそれはそうだなと思います。とは言っても、いつまでも変化を見せないで現状維持というのも、きっと成長が止まってしまいますので、今後皆さんが受け入れてくれてもくれなくても自分なりの新たな試みとしてやっていこうと考えております。結構ダラダラとお話ししてしまったんですが、ライブ配信とかツイッターとかリアルでお会いした方などは特に何が変わるというものでもありませんので、すでに私をご存知の方もそうでない方も改めて今後もよろしくお願いいたします。というわけで、次回は通常の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。